ダンススクールオーナーのゆりあけむ先生です。よろしくお願いします。ゆりです。ゆり先生、今日はよろしくお願いします。お願いします。いろいろインタビューさせていただきたいと思いますが、ゆり先生ね、今綺麗な格好されてますが、ちなみにダンス歴とかは結構猫のどのぐらいなんですかね。ダンス歴はもう36年です。36年、長い、はい、すごく素敵ですね。そんな年が俳優とでもないです。そのでもゆり先生は、はい、あのどんなクラスを開講されてるんですか、ね、あ、私自身はフラとタヒチアン、はい、フラダンスとタヒチアンダンス、はい、やらさせてもらってて、ダンサーネームはカラニユリで活動させてもらってます。素敵なダンサーネーム、カラニユリ先生。ありがとうございます。そのフラとタヒチアン、さまざまな特徴があると思うんですけど、説明していただけますか。どちらも一言では言えない、はい、歴史と文化があって、歴史と文化、はい、あの私もまだまだハワイアンネームをあの先生からいただいたとはいえ勉強中です。あ、勉強中。やればやるほど奥が深い、奥が深い、はい、スピリチュアルな、スピリチュアルな部分もあり、はい、歴史がもあの語ってきたこともあり、踊りの部分もあり、あ、でどれをかけてもフラじゃない、フラじゃない、大事じゃない、大事じゃない、はい、でそれをいかに私の生徒さんたち、子供たちから大人、ご年配の方まで伝えていくかっていうのは日々訓練中です。なるほど、はい、奥が深い、どちらも奥が深いというわけですけれども、はい、今あのお子様って言いましたけど、ちなみにあのその習われている年齢層とかは、年齢層は3歳から、はい、3歳70歳まで、幅広いですね。振り幅が広いというわけで、皆さん気持ちは18歳です。気持ちは18歳、分かります、その気持ち。なるほど、まあ、でも幅広い年代の方がフラも第一案も習われているというわけですけれども、素敵ですね、まあ、でもこのゆりダンススクールで、ね、カラニゆり先生はフラと第一案を、ね、教えているわけですけれども、ゆりダンススクール、一言で言うとどんなスクールですか。本格的なレッスンをしながらも、はいはい、ダンスの良さ、例えばですね、うん、学校とか職場では出られないようなお友達ができたり、はい、共通の趣味のお友達っていうのはかけがえのないものなんですよね、うん、その時々であのいろんな人に出会って、あの、うん、そういうことを大事にしてる。なるほど。ダンスも習えるんだけど、はい、うん、お友達とか出会いとか、はい、あとその友達から学ぶこともあると思うんですね、はい、そういうところは抜きにはできない、抜きにはできない、はい、ゆりダンススクール大事にしてます。そうですよね、はい、今後じゃあゆりダンススクールどうなっていきますかね。あのそれぞれもうね、いろんなバックグラウンドを抱えてる、あのお子さんがいたりですとか、はい、あのご病気のねご家族方が抱えてたりとか、はい、あると思うんですよ、仕事でいろいろあったりとか、はい、でもそういうのをゆりダンスに来たことで、あの跳ねのける、跳ねのける、あのほっとする、ほっとする、そうですね、そういうところにしていきたいです、今後も、今後も、はい、でも皆さんゆりダンススクールに来ていただいて、いろいろ学んで磨いて、うん、楽しんでいただきたいわけですね。そうですね、はい、素晴らしい。これから皆さんこのゆりダンススクールで一緒に、ね、いろんな友達なんかとも出会ってキラキラ輝いていきましょう。さあ、からのゆり先生、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。